さあ同キャラ勝ち取りのいいところはこのままキャラを継続できるところ、ただし色が違うんで超混乱します。いや、ここでメタリックさんが覇者カラー使ったら、さあメタリックさん、さあガチ取りでキャラミスは寒いんで危なかったですね。さあここまでちなみに生バニシングプレッシャーをお互いに1回も出していない。あれぶっちゃけ生バニシングプレッシャー超有効な選択肢なんでやるべきなんですけど、まあ、メタリックさんはコーブデスがあるんでそちらを使ってるんですが、ユイガさんはそろそろ生バニシングプレッシャーやってもいいんじゃないでしょうか。ジャンプ D、 さあ色が違うとどっちがどっちか分かんねえな。これ三ツ矢さん、さあ水色の方がメタリックさんでメタリックさんカラーがユイガさんですね。トマホークはギリギリで総裁。さあここはメタリックスペシャルだったが潰れろがビンタになってしまった。しかも繋がってなかった。メガビーム、ギリギリ死なないがトマホークをガードしまって一本選手はユイガさんの回。まだ息がある。マップタッツジャンプ C が通ってドリルからデッドリー。おーっと2段ジャンプが出なかった。出ていれば気絶まで持っていけたんだが通常投げからデッドリースパーク 2D までこれで気絶してダブルトマホーク 2B、NC から ND まで繋いでバニシングプレッシャーミスらなければ。さあ筐体を入れ替えての1本目取っていったのはユイガさんの回。これはもしかして 2P 側が あ、ちなみにこのゲーム有利不利で言うんだったら間違いなく 1P 有利です。ですね、1P 側は最後の相打ちでお互いにダブル KO するタイミングは絶対 1P 側だけが一方的に勝ちます。なのでシステムとしては 1P 側有利です。ただ基盤の話なのでネシカになってから変わってるかもしれないですね。通常技が相打ちになるとよく1P が一方的に打ち勝つっていうのはあるんですけどね。さあここでメタリックさんが ND からバニシングプレッシャー、あはは、無駄無駄、おっと 2B が出なかった。しかし裏回りしてジャンプ D が当たって気絶してからの気絶コンボコンボデスを選択。バリアが出ない。ビグトマホーク、ダブルトマホーク、一本選手はメタリック界。ある程度のヒット数でピュアラした後は画面端のコアオブデスドリルルートができるといいんですけど、さあこれは距離が遠い。コアオブデスは飛んで回避、カウンター確認からコアベコンしっかり戻り、ジャンディはよくガードしてもう一回ヘルズ、デドリで締めて引き戻しから距離が遠いので次のタクはちょっと悩んでしまったか。ここでジャン BC を通してコアオブデス補正ギルを狙っていったがしっかりと飛んでいる。メガビームダメージを取ってダブルトマホーク、トマホークジャンプ C、 ジャンプ C デッドリーで締めて
さあ画面端 EX ペドルで切り返した。メガビームこれは避け切れるか。ギリギリ残ってメガビーム、しかし遅かったよ。反撃確定にならず、シフトから投げが早かった。まだ息がある。どうせやるんだったら小足を一発刻んでからの方がいいですね。ガード工場が弱攻撃のものに戻るんで、あ、タイミングが安定します。足払いから中央に戻って、さあ裏のままこれをちゃんと飛んでガードしている。デドリー 2D までガードして、トマホークガード、ジャンプ D が通って、ジャンプ D これはガードして、下りのジャンプ A が強いんです。さあ、あのジャンプ C 単発ヒット確認から2段ジャンプ BCD デドリーができるようになるとダメージが稼げるようになるんで、ヒット確認の練習はしっかりしたいですね。といっても練習というよりも実戦でなんとか慣れていくしかないんですが、さあこれはデドリーをバリアで跳ね返してからのガードブレイクを入れていくコンボ、引き戻してバニシングプレッシャー、メスターズ必死、これでピョッタ。あとは何をしても、おーい、何をしてもとは言ったけどそれをしろとは言ってない。メガビーム、メガビーム、これは受け身が間に合ったがコパンを振ってしまっていた。これで体力をギリギリでめくっているが、引きずり下ろしからのコパンが通ってバニシングプレッシャー、あとはミスらなければメタリックさんが一歩取って、厳しい勝負だったが取り返していく。さあこれでユイガさんがいつもの色を使えるようになった。さあ開幕デッドリーカウンターだったがジャンプ A にしてしまった。これは判断ミスか。ジャンプ A 振ったところにトマホーク当たってコパンが当たったがその後が繋がらない。ジャンプ C が持続が上に当たった。コパンを刻んでからのダウンを取って戻りジャンプ D だったが距離を遠すぎた。トマホークメガビームよく見ている。さあ遠距離戦、タクティカルガードは距離が遠すぎた。ジャンプ D でカウンターを取ってトマホークは総体ジャンプ A、 ガンダッシュしていったところはコパンで止められて、戻りジャンプ D はガードしたがドリルからデッドリー、後足が刺さって 2D までタクティカルガードは投げた。ここでピヨって最後は刻んで一本選手はユイガさんの回。まだ息が。トマホーク A、 C からデッドリー。さあここでジャンプで捕まえたが下りがあったのでそのままが繋がらない。ドリルはガード、ジャンプ D、 ジャンプ D がカウンター、カウンター拾いしっかりしている。さあ今のは2段ジャンプができたので2段ジャンプでもっとダメージを稼ぎたいですね。ジャンプ D が当たってトマホークが飛んで回避。さあ今のはジャンプ B が正解。バリア、お互いに様子見をしてトマホークはガード、ジャンプ D が引っかかる、無駄無駄、トマホークガードしてコパンから 2D と通常投げは飛んで回避している。
か、デッドリーが出ないのか、それとも別の行動を狙っているのか。ここはバイシングプレッシャーを飛んでいると見てしっかりシフトを入れ込んでいた。ドリャードリャー、地獄へ落ちろ。バリアが見えていたんだが投げ無敵はなかった。ジャンプシージャンプシージャンプディーバガード、ドリルリエクトマン奥で切り返してデッドリーに打ち勝った。最終ラウンド、デッドリー、デッドリーが当たってジャンプディージャンプシージャンプディーが当たる。トマホーク、トマホーク、トマホーク、無駄無駄、これは使ってしまったが、さあダッシュからの 2B が難しいんです。あれやればわかる、超むずい。ジャンプシーが通ってドリルからデドリー、これで3ゲージが溜まった。デドリー、ビッグトマホーク、さあ亀裂リーチだぞ。無駄無駄、切り返してデドリースパーク、メガビームダッシュしていたが止まる分は間に合って、ここはメガビームを警戒してシフト、デッドリージャンプリーで突っ込んでいたところはビジョンで逃げて、さあしかし体力リードは余裕が深い。ここでジャンプ B が通ってデッドリーでフィニッシュ、ユイガさんが取り返す。やはり 1P 側の方が集中できる環境にあるので、デッドリーカウンター、バウンドしてしまったが十分なダメージ。トマホーク、ここでデッドリー、これが当たってジャンプし、ちなみにデッドリーは単発ダメージが3200とか3500とかなんで、単発当てを狙っていくのは全然ありですね。空中先端なら反撃も受けづらいので距離を見て打っていきましょう。スマホーク相対してジャンプし通していくのはユイガさん、ここでジャンプ A カウンター、コーパンが通ってバイシングプレッシャーまで、拾いしっかりヘルズ、 C が出ない。さあここから体力リードはユイガさんの回、ゲージもリードしている。ここでテーラが通ってバイシングプレッシャー、画面外に消していって一本選手は優位が回、まだ息があるか。ラウンド2、足払いからコパンが通ってジャンプ C、 ジャンプ C まで通っていたんだが、ジャンプ C、 メガビーム、これは間に合った。トマホークに対するメガビームがユイガさんは本日超冴えている。ジャンプ C お互いカウンター、ジャンプ C の先端が引っかかって、ジャンプ C はしかし下の判定が若干弱い、バリアが出てしまった。ジャンプ C カウンター、ここでエクシード発動して体力回復、バイシングプレッシャーからヘルズ、さあ2 C ボタンが出なかったか、ダブルトマホーク、デドリーつながっていないが、ジャンプ A 下り、ジャンプ C、 しかし着地のガードは間に合う。ジャンプ C カウンター、ここは拾えず、ジャンプ D で裏回って
さあゲージがなかったけど駒投げを入れてしまったというところか、トマホークを投げたところにメガビンが刺さって、さあ今のシフトはもったいないですね。もう一度ダウンを取ってからメガビームでよかったです。さあコパン同士カウンター、ここで逆転の一手が入った。さあ最初ラウンド開幕デッドリー、トマホークジャンプシート、ここはデッドリーで返して、トマホークは総裁デッドリー先端なのでコパンが間に合った。ここでコパンを通して足払いから5切れ目は様子見を選択、デッドリーカウンター、しかしハイジャンプが漏れて、しかしフォローはしっかりしている。デッドリーは当たらなかったものの十分なダメージ、戻りジャンプ D が取ってダブルトマホーク漏れた、引き戻してバイシングプレッシャー、メーサーズ必死、拾いしっかりできている、バリアが出ない、メガビーム、これは勝った、死んだ。さあ今日の映画さんはメガビームが非常に冴えています。発生が遅くなったとはいえ遠距離までしっかり届く非常に優秀な技なので、相手が動いてると見たらどんどん打っていきましょう。ただしゲージが余裕があるときな。スマホーク、コパンコパン、ジャンプシーカウンター、ダウンを取ってここはビジョンで逃げる、さあジャンプシー裏に回ってしまった、トマホークジャンプシー追いかけて補正切りのカーブですが飛んで回避、ドリルピット確認からハイジャンプを出したまでは良かったんだが追撃のコパンが出なかった。ここはゲージを使ってバネティングプレッシャー、ダメージを取っていく、 C が出ない、足払いからジャンプシーツ、さあコアブレスだった、カウンターされたがあおっとヘルドが引っかかって拾いはミスってしまったが、ここでドリルタイプ取って、ここは補正切り、これを通してバニッシングプレッシャー、体力的にはメタリックさんが言ってた通りやらんでいいって感じでしたが、それでもちゃんとやってラウンド取るっていうのは非常に大事です。殺せば正解です。足払いトマホーク、さあコパンが着地に打ち勝った、無駄無駄メガビーム、これは間に合わないがダッシュしていた、ジャンプディーはガードして位置を入れ替える、コパンから2段ジャンプまでしっかり出していたんだが距離が遠いと見て次の技を出さずに様子を見た、コパンで暴れをしっかり通して、これはカウンター痛いぞ、デートリーまで2段ジャンプが出ない、ビグトマホークデートリーで締めて、ここはビジョンで回避、ビジョンセレクトの強みはこれですね、画面端を背負っても何度かビジョンで逃げるっていう選択肢が取れること、基盤時代から弱体化したとはいえ非常に強力な手段であることに間違いはありません。ユイガさんが最後はメガビームで締めて最終ラウンド、コパンはガードして、しかし足払いに引っかかる、ジャンプ D、 ジャンプ C 通ったが、さあこれは位置は危ないぞ、バニシングプレッシャーで最大ダメージをしっかり取っていく、ここはダブルエアを選択、ジャンプ D、 ドリルは届かない、トマホークメガビーム、
ダッシュしていた。ジャンプシージャンプシー、トマホーク。確かに3ゲージあるんで、カイちゃんは対カイちゃんなら3ゲージあればこの体力だったら多分殺しきれますね。いや、さすがに無理か。さあ、ジャンシーが通って、デトリーギリギリ死なないが、エクスキュードを使うしかない。ヘルズ、ここはメガビーム、シフトがないのでメガビーム確定だが、ここはゲージを取っておいた。ヘルズ通って DX デトリーダウン取って、着地攻めはコパンを通していった。ユイガさんが取り返す。さあ、これでどんどん並んできたぞ。今いくつ？58。追いついてきた。デートリーカウンター、バウンドさせる前に拾ったのでいいダメージ。ジャンプシー、ジャンプ8のカウンターだったら御の字。ドリルからデッドリー。さあ、体力大幅にリード。この大きで目が通ると危ないところだったが、なんとか押し返して、メガビーム、これは止まっている。ゲージが溜まらないので、てか溜まってるけど、こんなところでメガビームを使うわけにはいかないので、感覚をあえて取らなかったことはここで生きるか。はっはっは。バーリア 2B 届いて、じゃあ、さあ、着地からの C が出ない、てか届かない。さあ、しかし体力をほぼ追いついた。ジャンプ C はガードして、トマホークはお互いに出している。ジャンプ C、ジャンプ D と A がカウンターか。ここは拾っている。さあ、体力はリードしている。ユイガカイ、この後の攻めがしかし通ってしまえば、タクティカルガード、ヘルズ禁止が出なかったか。メガビームガードでも死んでしまう。一本選手はユイガカイ、ジャンプシー、これが通ってデドリまで。デドリ裏に回った、これはうまい。ジャンプシー画面端でダブルトマホークから固め直しだったが、うまく飛んで回避している。そしてバニシングプレッシャーまで押し返していく。あははヘルズから、おーっと前 C をしようとしたら前ジャンプになっちまったか。ジャンプ A、 ジャンプ A、 受け身狩りになった。無駄無駄。さあ、体力はほぼ5分。ここでカウンター取って安定の拾いを選択。ここでメガビームが出なかった、2回出なかった。ジャンプ D 通していった。メタリック界が取り返して最終ラウンド。さあ、ここで画面端捕まえるのはメタリック界。バリティングプレッシャーから、おーっと C が出ないか。ケトリスパーク、ジャンプ D 引き戻してバリア、ジャンプ A、 A と D がカウンター。ジャンプ C、 バリアでジャンプ攻撃を切り返していく。エクシード発動、ここは危ないと見たか。無駄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 。ここでめくりジャンプ D、バリアーの後だったので画面端に隙間が空いていた。
かすゲージがないのでヘルトができない。ジャンプ A しかしデトリが出ない。ジャンプ A カウンター取ったが着地 2D から、さあ起きれ目 EX デトリのゲージがあった。メタリックさんが取り返す。さあここで3連勝の流れを止めた。時間的にもですね、一応開始が10でぴったりじゃなかったんで、うまくやれば2回できるというところでしょうか。カウンター取っている。開幕デトリーをそろそろガードしてもいいんじゃないかな。リリー様子見からコパンに当たる。途中で立ってしまった。スマホーク、メガビーム、これはジャンプで裏に回っている。終わるまでしっかり待ってから構成切り、バイシングプレッシャー、あはは、バリアが使った、珍しい。トマホーク、ジャンプ D が裏に当たって、もう一度補正切り、ギリギリ死なないか。ジャンプ C、ジャンプ D で押し返して着地をコパンで割っていった。 EX デトリー、まだ息があるか。メタリックさんが1本取って、2ラウンド目ゲージを吐き切ってしまったが、ラウンドさえ取れれば正義です。このゲームは1ラウンド目を取ることが非常に重要なゲームです。次でラストで、はい。さあということで、この試合を含めてあと2試合、ヘイルズ裏に出ている、しっかりしている。コパン広いから、さあここでジャンプ攻撃引っ掛けていって、ドリル引きずる下ろし、デッドリーが漏れた。トマホークがデトリに刺さって、置き出目に行ったところをデトリで切り返される。トマホークガードして、さあ体力リードは優位がかい、2D 戻り、ジャンプ D はしっかりガードしたんだが、その後のコパン引っかかってタクティカルガードスカル、ジャンプ D 取った。さあバニシングプレッシャー、おっとジャンプ D が遅れてしまった。さあ 2C が漏れていたところ、コアブレスでしっかり投げている。無駄無駄、ちょっと低い。ジャンプ D 通って、戻してからのバニシングプレッシャー、ゲージがあるのでミスらなければ、ミスった。さあエクシードで体力回復をしている。トマホーク当たってリグ、トマホーク、これはガード、体力を3割まで戻していたが、バリアで切り返されて 2D 当たって、ここはビジョン、ジャンプ C、 トマホーク、ジャンプ C が押し勝っていく。さあここでオーバーヒードが切れて、ここから何度か巻き返したいところ、ドリルのところにジャンプ C が刺さって、ドリル、ジャンプ C が通ってしまって、ジャンプ D、 しゃがみパンチを出していた。さあでは続いての試合が最終ゲームとなります。本日の集大成を見せていただきましょう。おっと今クドラック牽制が一瞬、
本日の集大成かとえて黒幕使い始めたらみんな笑うよね。さあ開幕ネトリー、体力を開幕で大幅にリードしていく。ネトリーが出なくてトマホーク、トマホークジャンプティー、コパンで押し返して、コパンが下がって2D まで。ここはバックステ読みの前ジャンプ出しっぱなしか。ジャンプティーカウンター、さあキャンセルが遅れてしまったところに反撃をもらっている。ヘルズ無駄無駄、これはできている。さあ今のワンコンボで体力を取り返していく。拾い直し、しっかり2段ジャンプができるようになっている。さあガツ取りの間にどんどん成長しているメタリック界。ジャンペーバリア跳ね返して裏に回っている。これが見えない、というよりこれを見ろっていうのは上級者でも厳しい。裏に回ったところコパンで落として、レトリー引っかかってしまった。さあ大見合いから着地したところをコパンで刺していく。バニシングプレッシャーが出ない。メガビーム、これはガードできるぞ。あれさあ本人もあれといった感じでビームが当たってしまったが、空中くらいなので休んでいます。タックからガード取ってヘルズからの拾いをしっかりしている。できる。タックガの後は浮きが難しいので、こういったところはやっぱりミスってしまいますね。これは上級者でもやってしまいます。トマホーク操作してメガビーム耐えている。ジャンプティーからコーパンが刺さってバイシングプレッシャー。選択するルートはヘルズからバリア。さあここはやはりちょっとディレイが足りないか。体力リードはメタリック界だが、ゲージがあるのはユイガ界。エクセトリーで切り返して、さああとワンコンボ入れることができればなんとかなるんだが、リグトマホーク、おーっとジャンプチーが出ていれば勝っていたんだが、最終最後取っていたのはメタリック界。最終結果はメタリックさんが11に対してユイガさんが5ということで、ガツリの結果はメタリックさんの勝利となります。